Rahel も感じてるよね。なんだろうこの光。体の中から力が湧いてくるみたいだ。何が起きたっておかしくないよ。え？私たち神の水の中にいるんだから。綺麗だけど、ちょっと眩しいね。ええ。大丈夫だよ、ラヘル。僕がラヘルを塔の上に連れて行ってあげる。僕、あの洞窟にいた頃とは違うから。仲間もできたし、ちょっとは神の水も使えるようになった。だから大丈夫。一緒に塔を。大丈夫。彼の才能はもったいないですが、一戦滅者を生かして置くわけにはいきませんか。やる。なんだよそれ。もう我慢できない。この試験、潰す。それはなりません。手を出したらヨルさんは失格です。失格？別に失格になったっていいじゃない。言い訳ないだろう。私たちは全員で塔を登る。姫、俺たちができるのはここまでです。奴が自分でここまで来なければいけないんです。絶対大丈夫。夜は絶対試験をかいくぐる。だな。夜は必ずやる男だ。へえ、ずいぶん立派になっちゃったのね。面白いじゃない。やる。でしょ、僕が絶対ラヘルを塔まで連れて行ってあげるって。塔の頂上で一緒に星を見るんだ。夜、ラヘル。